裏切り者、あんたなんてもう絶好だから。何？急にどうしたのよ。私が知らないとでも思っているの？あんたの裏切りは全部知ってるんだからね。私から婚約者のコウスケ君を奪いやがって。最低だよこの略奪女。はあ、私が略奪ですって？本当にひどいよ。婚約して両親だってこの間紹介したばかりなのに、まさか幼馴染のあんたが私の人生をぶち壊すとはね。ちょっと待ってさやか、私にはそんなの身に覚えもないし、一旦落ち着こう。この状況でどう落ち着けって言うなよ。あれ、もしかしてその婚約者のコウスケ君ってこのラインのプロフィール写真に一緒に写っている人？あんたが私から奪った男だもの、もちろん見覚えがあるわよね。プロポーズの時の写真をプロフィール写真にしたの。あの時は人生で一番幸せだったのに。私の婚約者を返してよ。幼馴染の幸せをぶち壊すなんて最低よ。え、彼は私の夫だよ。え、この写真どう見ても私の夫のコウスケそっくり。それに名前も一緒なんて他人のサインでもなさそうね。夫ってどういうことよ。彼は私の婚約者だし、あんたが結婚した話なんて聞いたことないわ。報告はまだだったけど、実はこの間入籍したの。お互いのお仕事の関係で早めに入籍した方が都合が良くて、友達への結婚報告や結婚式はこれからの予定なんだ。え、それじゃ本当にコウスケ君と入籍したの？私の婚約者なのに。あんたの夫？何よこれ、一体どうなってるの？私もどういうことか全然わからないわ。とりあえず一度会って話さない？会えるけど、でも不安だから私の両親も連れて行っていい？悪いけどまだあんたのことを疑っているの。それじゃあ私も両親を連れて行くね。お互いにそれぞれの証拠も持っていこう。分かった。それじゃあまた後で連絡するね。うん、また後で。あ、それとお互いにコウスケ本人に問い詰めるのは禁止ね。まずは私たちだけで状況を確認しておきましょう。俺、メイに謝らなきゃいけないことがあるんだ。ごめん、俺浮気した。妻がいながら裏切って本当にごめん。え？何も言わずに隠しておけばよかったんだろうけど、でも罪悪感が消えなくてさ、どんなに怒られてもちゃんと打ち明けて謝りたい。もちろんメイに慰謝料は払うつもりだから。まさか自分から浮気を暴露するなんて。優しいね。全然優しくないよ。本当に優しい男は浮気なんてしないし、ごめんな。謝るから許してほしいんだ。正直に自分から言ってくれたことは素直に嬉しいわ。もしよかったらどんなことを浮気したのか教えてほしいな。え、相手に慰謝料請求をしたいし、どんな子なのか教えてよ。ちょっと待ってくれ、相手の女の子にも慰謝料請求するのか？通話するでしょ。え、あなたからも慰謝料はもらうけど、浮気相手からもしっかりもらうわ。責任を取るのはあなただけじゃないもの。それはそうなんだけどさ、できれば相手の子には何もしないでほしいな。え？それはどうして？浮気相手の子を守りたいの？あ、いや、相手の子をかばいたいわけじゃないんだ。ただメイにはあまり関わってほしくないっていうか、むしろ浮気相手から君を守りたいんだ。どういうこと？本妻を襲ってくるようなとんでもない女だったりするのかしら？そうなんだよ、相手の子はとんでもない女なんだ。だから慰謝料請求なんかしたら大変なことになるはずだ。なんですって？実を言うと、俺はずっとその浮気相手に脅されていたんだ。私とのことを奥さんにバラされたくなかったらお金をよこせって、何度もお金だって奪われていたんだよ。そうなの？浮気のきっかけは彼女からのナンパでさ、駅で財布を落としていたのを拾ってあげたんだ。でもそれが相手の作戦で、俺をしたいからって無理やり連絡先を聞かれてさ、その後の連絡もしつこくて、しぶしぶ一緒にご飯を食べることになったんだ。じゃあその時は彼女への好意は全くなかったのね。もちろんだよ。でもその想像以上に話が弾んで、お酒も進んで、気がついたら彼女の家にいたんだ。え？俺お酒のせいで全然覚えていないんだけど、彼女が言うには体の関係を持ったから責任取れって、奥さんがいても私を彼女にしてってしつこくて、それで彼女と付き合うことになったってわけ？ああ、そこからずるずると。彼女のことなんて全然好きじゃなかったけど、でも怖くて別れることもできなかったんだ。そんなことが。でもどんどん彼女の態度はわがままになるし、嫁にバラすぞって脅されてお金も減っていくし、最近なんて早く離婚しないと邪魔な嫁を消してやるからなって。とんでもない攻撃派ね。
もちろんそんな女と浮気した俺が悪い。でもようやく彼女と別れることができたんだ。そしてそんな危ない女に迷惑かかってほしくない。だから慰謝料請求するのはやめてくれ。そうね、コウスケの話を聞く限りとんでもなく危ない人みたいだし、聞いているだけで怖くなってきたわ。あんなメンヘラ最低女と浮気したなんて本当に恥ずかしいよ。もうこんなバカなことはしないって約束する。俺が一番大事な人は嫁のお前だけだからな。私のどこはメンヘラ最低女よ。一番大事なのはお前だけって私にも言っていたじゃない。え、ふざけんじゃないわよこのカミカス男が。よくも好き勝手言ってくれたわ。全部私に責任を追いつけて嘘をついて自分だけ逃げようとしてんじゃないわよ。私がいつあんたをナンパしたのよ。あんたとアプリで出会ったんでしょ。しかもあんたは既婚者だってことを隠してた。それで私と付き合って半年でプロポーズして、ついこの間私の両親にも会っていたくせに、よくこんな嘘がスラスラと言えるものね。もしかしてさやかちゃん。久しぶりコウスケくん。最近仕事が忙しいからって連絡も取れなかったけど、こうすれば簡単に連絡は取れるのね。待って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 、なんでさやかちゃんが急に出てくるの。メイトの LINE になんで、一体どうなってるの。あなたは世界一運が悪かった男ってことよ。実は私たち幼馴染なんだよね。なんだって。浮気相手と本妻が幼稚園からの幼馴染なんて、こんなことってあるんだね。そんなことってある。ちょっと待って、これマジの話。大マジだから。今この状況なんでしょ。あんたのしたことは人としてマジでありえないから。嫁がいながら結婚の挨拶って何考えてるの。その状況でどうやって私と結婚するって言うのよ。自分がどれだけの人を傷つけたか分かってんのか、このゴミカスが。それは両親に結婚の挨拶をした直後から連絡が取りづらくなって、不安になって会社帰りのコウスケ君に会いに行ったの。そしたら幼馴染のメイと一緒に帰ってるところを見つけたわ。浮気かと思ってすぐにメイを問い詰めたんだからね。それで全部バレたってわけか。あの時のさやかは本当に怖かったわ。でも婚約者が略奪されたんだと思っていたならしょうがないよね。メイなのか。いきなりさやかが出てきちゃってごめんね。ずっと隣でやりとりを見ていたんだけど、あんたの好き勝手な嘘に我慢できなかったみたいで。あの、一体いつから知っていたんだ。さやかちゃんからメイに連絡が来たのっていつの話なんだ。2週間ぐらい前かな。そんなに前から知ってたのか。さやかから連絡があった後すぐに両家で集まったの。そしてお互いに妻である証拠、婚約者である証拠を出し合ってね、全ての真相が分かった時は全員頭を抱えたわ。そんなこともしていたのか。お互いに心の整理が必要でね、時間を置いて今日改めてさやかと集まったの。それで今後のことについて話し合っていたんだよね。そしたらあなたから自白の連絡があるんだもの。タイミングの良さに笑ったわ。マジか。自分から浮気を打ち明けるなんて少しだけ見直したんだけどな。結果としてはただのあんたの自己満被害者報告だったね。自分はとんでもない女に振り回された被害者だって。同情作戦で許してもらおうとしていたのかしら。作戦ってそんな。ネットで聞いたことがあるんだけどね、嘘の中にちょっとだけ本当のことを話すとバレにくいんだって。コウスケも似たようなことをしようとしたんじゃないの。え、とりあえず浮気のことを自分から暴露して誠実アピール、でも被害者面で浮気を許してもらって離婚回避、そしてその後は浮気遊びし放題ってところかしらね。そんなことするわけないだろ。俺は本当に罪悪感に耐えきれなくて打ち明けただけ。ちょっと事実とは違うこと言っちゃったのは、あの、ただのノリっていうか。はあ、浮気しておいてだけど離婚なんてしたくない。本当に隠してるのが辛くなったから暴露しただけ。そのうちさやかちゃんとは別れるつもりだったし、その後はもう二度と浮気するつもりないから。じゃあなんでさやかと出会ったアプリをまでやめてないのよ。え、それに今もたくさんの女の子とつながってるよね。今夜は女子大生のみずきちゃん、週末は看護師のまほちゃん、来月は年お姉様のしずかさんと温泉旅行だっけ。なんでそれをメイが知ってるんだ。だってその女の子たちは全部私だもん。え、あなたが今ルンルンでアプリでやりとりしている女の子はね、全部私がそれぞれの女のふりをしてやっているの。あんたはずっとやめたアプリでやりとりしていたのよ。この子たちみんなお前だったの。嫁と浮気相手が手を組めばこんなの朝飯前よ。
あんたの好きそうな女の顔、性格、LINE の返信、ほぼ全て分かってんだからね。そんな嘘だろ。それにしてもあんた、アプリのプロフィール写真加工しすぎ。30過ぎたおっさんが何やってんだか。うわ、恥ずかしい。加工写真嫁に見られるのめちゃくちゃ恥ずかしい。嫁どころか自分の親にも見られてるけどね。なんだって。もうあんたの全てにムカついてたった今送ったの。コウスケさんの浮気が分かりました、離婚しますって。ついでにあんたの決め顔加工写真も送っておいたわ。この顔でアプリにいろんな女の子とやり取りをしていましたってね。うわ、待って待って、それ本当に一番恥ずかしいやつ。早速おとんから電話が来てる。私と私の大事な幼馴染をもてあそんだこと後悔させるからね。あんたとは離婚するわ。え、当然でしょ。あんたみたいな最低男を許すわけないじゃない。だからもう家には帰ってこないでね。嘘だろ、待ってくれよ。一旦ちゃんと会って話し合おう。俺もう二度と浮気しないって約束するから。アプリもすぐに消すからさ。あんたの顔なんてもう二度と見たくないわ。全ての責任も取らせるから覚悟しておきなさいよ。頼む、電話に出てくれ。お前からの慰謝料請求がおかしいんだ。はあ、ちゃんと弁護士に頼んでやってもらったのよ。おかしなところなんてあるわけないでしょ。いやいや、これは絶対におかしい。だって慰謝料1200万ってありえないだろ。こんなの相場の何倍だよ。はあ、むしろ相場より安い方なんですけど。え、これで？だって合計8人と浮気していたじゃない。だから150万かける8人分で1200万。これぐらいの計算なら脳内キノコ男でもできるよね。8人分だと？え？まさか浮気しておいて人数も覚えていないの？あんたのアプリや LINE の記録から最低でも8人は分かったわよ。嘘だろ？そこまで調べられていたのかよ。不定が理由での離婚は慰謝料相場が200から300万円なんだって。それに比べたら150万なんて安い方じゃない？納得できないんだったら相場の金額で計算し直してあげるけど。それだけはやめてくれ。でもできれば値下げをしてくれ。はあ？さすがにこの金額は払えないって。頼むから慰謝料は200万にしてくれないか。その分1000万回土下座するから。ふざけんな。これだけの私を裏切っておいてたった200万で済むわけないでしょ。あんたの土下座には1円の価値もないのよ。でも本当に無理なんだって。お前、俺の今までの浮気相手全員連絡してるだろ。そのせいでさらにこっちは被害が出てるんだぞ。とりあえず確認が取れた8人、あとはアプリでつながっていた子全員に連絡したわ。こいつは既婚者ですからねって。そのせいで何人かに訴えられているんだぞ。さやかちゃんからも結婚詐欺だって。そっちからもかなりの金額を請求されているんだからな。だから何？私には関係ないわよ。え？全部あんたの自業自得でしょ。既婚者だっていうことを隠して結婚を期待させて、そうやって何人もの女性をもてあそんでは傷つけて。最低のことをしたんだから最低限の責任を取るのが当然よ。じゃあ分かった、もうください。慰謝料は全員に全部払う。メイにも1200万払ってやるよ。だから頼む、離婚だけは考え直してくれないか。はあ？本当に一番好きなのはお前なんだよ。だから結婚したんだ。なのに離婚なんて悲しいよ。お金ならいくらでも払うから許してくれ。いくらだけもらっても許しません。私はあんたのことは世界で一番大嫌いなの。そんな、ったく浮気なんかしておいてしつこい男ね。もう面倒だし、こうなったら裁判でもしちゃおうかしら。裁判だって？慰謝料が高いやの値下げしてくれだの、離婚考え直してくれだの、もう全部めんどくさいのよ。こうなったら裁判でどうするべきか第三者に決めてもらいましょう。それならもういいでしょ。いや、全然良くないだろう。裁判なんて大事じゃないか。そうね、たかが離婚でかなりの大事になっちゃうわね。あんたがどれだけ最低な男かっていうのもたくさんの人に広まるわね。こういうのって会社の人にも伝わるのかしら。なんだって？そうなったら社会的にも終わりだね。ダメだダメだ、裁判だって絶対ダメ。じゃあおとなしく払うもの払って離婚してくれる？そして二度と私に関わらないで。そんなどうするべきか、そのキノコ頭でしっかり考えな。
とりあえず慰謝料を支払うつもりなら期日までにちゃんと払ってね。それじゃ私はこれで、今後何かあるときは弁護士さんに連絡をお願いします。その後コウスケは土下座でご両親からお金を借りて慰謝料全額を払ってくれました。よっぽど会社の人に知られたくなかったんでしょうね。しかしその後すぐに会社に自称コウスケの彼女という人が3人ほど突撃。あんたのせいで奥さんに慰謝料払うことになって、私たちの分もあんたが払え、ついでに離婚したなら結婚しろと会社内で大騒ぎ。結局離婚騒動もはっちゃけまくった浮気も全て会社の人たちに知られることになり、かなり気まずい思いをしながら毎日頑張って出社しているようです。ちなみに幼馴染のさやかはというと、すぐに新しい彼氏を作っていました。私、別れた男はすぐに忘れるタイプだからとのことです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。